反省するより次どうするかじゃないかしら。そうだね。そうね。広場は相沢先生が敵を大勢引きつけてくれてる。相沢先生、やっぱり僕らを守るため無理を通して敵の群れに飛び込んだと思うんだ。僕らの力が敵に通用したんだと錯覚してしまったんだ。どう見ても個性を持て余した輩以上には見受けられねえよ。どこだよ。初見じゃ精鋭を揃え数で圧倒するのかと思ったが、すると俺が次に取るべき行動は、俺もヒーロー志望。そんなひでえことはなるべく避けたい。これマジ今見えた、サンズ見えた。マジつうかあんた電気男じゃん、バリバリとやっちゃってよ。あのな、戦闘訓練の時見たろ、ペアだったじゃん。いいか二人とも、今俺は頼りになんねえ、頼りにしてるぜ。通用するわこれ、俺強え。二人とも俺を頼れ。フラグを刺すことで自身の心音を爆音のボリュームでお届け。できた。厚さ 100mm の絶縁体シートですわ。おつえ。お、また作りますわ。発育の暴力。雷、こっち見んな。1アクションを終えることだ。無理をするなよ、イレイザーヘッド。その個性じゃ集団との長期決戦は向いてなくないか。ところでヒーロー、本命は俺じゃない。全てを吸い込み塵にするブラックホール。やはり戦闘経験は一般ヒーローに比べて半歩を取る。自分で自分を塵にしてしまった。救うために個性を使ってください。しらし漏らした子供、待つべきはオールマイトのみ。クラスを僕が外には出させない。自動ドア、蹴破れか、蹴破れる。発作か。プロの世界、僕らはまだ何も。そいつが太平和の象徴、怪人ノーム。死ねえ。よし、早くみんなを助けに行こうぜ。それに俺らが先走ったせいで13号先生が後手に回った。俺はあのワープゲートぶっ殺す。はあ、この後に及んでそんなガキみてえな。目の対策もねえわけじゃねえ。びちゃくちゃダメりやがって、その油断が。そんな冷静な感じだったっけおめえ。もっとこう死ね死ね死ね。男らしいぜ爆豪。乗ったよおめえに。これで6人。消えろ。個性を消せる、素敵だけどなんてことないね。オールマイト並みじゃねえか。しがらきトムラ、黒霧、13号はやったのか。
前がワープゲートじゃなかったら粉々にしたよ。帰ろっか。帰る、帰るっつったのか今。気味が悪いわ、緑谷ちゃん。オールマイトを殺したいんじゃないのか。これで帰ったら遊泳の危機意識が上がるだけだぞ。平和の象徴としての矜持を少しでも。するな。スマッシュってオールマイトのフォロワーかい？してね。まったく己に腹が立つ。私が来た。オールマイト。待ったよヒーロー。社会のゴミめ。バカ野郎、尻込みすんなよ。あれをやって俺たちが。ついでに殴られた。国家公認の暴力だ。弱ってるって話。僕の腕が折れないくらいの力だけど、びくともしなかった。きっとあいつ。緑谷少年。カロライナー。ノーム。スマッシュ。あらっ。ノームにダメージを与えたいなら、そういうことならやりやすい。バックドロップで爆発みたいになるんだろうな。やっぱタンチだぜオールマイト。むしろそうだ。人質に取られでもしたら足手まといいいか。私たちの考えすぎだったかしら。すごいわ。ここにオールマイトがいないって話の時に活動限界のことだ。きっと使いすぎたとかの話だ。呼吸器官半壊、胃袋全摘。私のヒーローとしての活動限界は今や1日約3時間ほどなのさ。私が笑うのはヒーローの重圧、オールマイトの秘密と、そしてピンチを。コンクリに深く突き立てて動きを封じる気だったか。いいね黒霧。あいつ、そこは弱いんだ。やめてくれ。黒霧、私の中に血圧を持つが溢れるので嫌なのですよ。そしてあなたの体が半端にとどまった状態でゲートを閉じ、相沢先生担ぐの代わって。けど、なんで。あなたに教えてもらいたいことがまだ山ほどあるんだ。ああ、私が凍らないギリギリの範囲をうまく調整して。あれ、くそ、いいのね。爆豪霧島ちゃんもね。あれ、つゆちゃんじゃない。わーい、わーい。ぼちゃぼちゃ、先輩たちが合流したら安全な場所に。はい。こりゃピンチだな。
このうっかり野郎め、あん時動くな。攻略された上に全員ほぼ無傷。100% にも耐えられるよう改造された。まずは出入り口の奪還だ。ガッチャン、ガッチャン、よ、避けたの。すごい。ならあれは仲間を助けるためさ。仕方ないだろ、あいつが俺に思いっきり殴りかかろうとしたぜ。俺はな、オールマイト怒ってるんだ。暴力は暴力しか生まないのだと。お前を殺すことで世に知らしめるのさ。バレるの早。撃退できる。ダメだ、逃げなさい。しかし大丈夫、プロの本気を見ていなさい。オールマイト、確かに時間はもう1分とない。しかしやらねばなるまい。平和の象徴なのだから。おいおい、ジョーク吸収ってさっき自分で言ってたじゃんか。真正面からの殴り合い。すげえ限度があるじゃないか。さらに上からねじ伏せよ。一発、一発が全部。ヒーローとは再生も間に合わねえほどのラッシュってことか。やはり衰えた。全盛期なら5発も打てば十分だったろうに。そして時間切れだ。お互い早めに決着つけたいね。チートか。手あげろ。個性は禁止だ。全滅させたと思わせてからの復兵、こんなことも想定できていなかったなんて。そっちへ行く。何よ。だってヒーローでなくてもいろんな仕事あるし、引く手あまたじゃん。やめろ。気づかないとでも思ったか。このアホは見逃してやるぜ。さあ動くなよ。どういうことだ、あいつ俺に嘘を教えたのか。できるものならしてみろよ。違う、あれは虚勢だ。オールマイトはもう動けんぞ。あと少し。さあどうした。ノームさえいれば奴なら何も考えず立ち向かえるのに。それにどうやら子供らは棒立ちの様子ですし、あなたと私で連携すればまだやれるチャンスは十分にあるかと。目の前にラスボスがいるんだもの。緑は僕だけが知ってるんだ。親に翻弄されればく。早い。僕だけが知ってるピンチ。
緑谷オールマイトから離れろ。この攻撃はもしかして。リーダーテイヤ、ただいま戻りました。手分けして生徒たちの保護を。はい、帰って出直すか、黒霧。13号オールマイトは プロが相手にしているもの、戦っているもの、何もできなかった。そんなことはないさ。また助けられちゃったな。無事でよかったです。なんてこった。これだけ派手に侵入されて逃げられちゃうなんて。緑谷！あ、霧島くん大丈夫か？霧島くん待って。おーいゲート前に集合だってさ。触れたコンクリを粘土のように操るぞ。現代社会では鬼強だ。それほどに強敵だった。いって下どもは瞬殺だ。子供も強かった。ただ見通しが甘かったね。舐めすぎたな。吹き飛ばされました。何？正確な位置座標も把握できなければ。まあ仕方ないか。残念。あの邪魔がなければオールマイトを殺せたかもしれない。精鋭を集めよう。じっくり時間をかけて。死柄木戸村、次こそ君という恐怖を世に知らしめろ。両足重傷の彼を除いてほぼ全員無事か。おしろくん、はがくれさんはどこにいたんだ。ルシャのとこ。トドロキくんクソ強くてびっくりしちゃった。やはり皆のとこもチンピラ同然だったか。ガキだと舐められたんだ。どこだと。すぐ事情聴取ってわけにもいかんだろう。刑事さん、相沢先生は。ただ眼下底骨が粉々になってまして。ゲロ。そんな。13号先生は。治療は終わってる。リカバリーガールの治癒で十分処置可能とのこと。保健室にいるよ、サンサ。私も保健室の方に用がある。あとは頼んだぞ。了解。猫だ。チッ、爆豪、教室へ行けってよ。わかってるよ、クソが。よりにもよってヴィラン側にいるなんてね。外傷はなし。無抵抗でおとなしいとのことですが、呼びかけにも一切応じず口が聞けないのではと。捜査は君たちの分野、よろしく頼むよ。各班、校内調査を。今回は事情が事情なだけに小言も言えないね。オールマイト。まあ仕方ないさ、こういうこともある。オールマイト、いいんですか姿が。ああ、大丈夫さ。なぜって。それより生徒は皆無事か。相沢、イレーザーヘッドと13号は。3人のヒーローが身を挺していなければ生徒らも無事じゃいられなかったろうな。こんなにも早く実戦を経験し生き残り、ヴィランもバカなことをした。このクラスは強い。